これらもう一番上らへんでいいのよな。いくぜ俺はグッ。下克上。おはようございます。お願いします。さあテンション上げていこう。おはようございます。お願いします。よっしゃ行こう。俺ええよとかこれもう、うわ打ちたかったのにな。ダメ。北斗もダメ。6号機もダメ。ゼウマリジャグラも空いてないんで、まあ、ちょっと検します。少々お待ちを。おはようございます。スロバチステーションのヨシキです。ということでちょっと台取れなかったです。申し訳ない、抽選番号が、まあ、ほぼケツでした。お得意のケツを見せてしまったところで、ただ、まあ、今日はこっからの下克上を見せたいなと思っております。で、まあ、サムネからしてちょっとこの後の実戦機種は分かっていると思うんですけど、まあ、その機種で存分に頑張りたいなと思っております。で、ミッションの方がこちら。どうもよしきです。皆様のご協力のおかげでチャンネル登録100万人突破と同時にまた過酷なミッションが与えられました。今回はジャンジャンとの合同ミッションになっていて、どっちも成功で豪華なリゾート島に連れて行ってくれるらしいけど、失敗で無人島に。もうえってまた厳しい内容ですけど、皆さんご協力よろしくお願いします。下克上。ティーフになってまして、サブチャンネルの、まあ、ジャンジャンと合同のミッションになっておりますので、まあ、この後ちょっと実践機種によって違うんですけど、まあ、その実践機種で頑張っていきたいと思いますので、よかったらいいねの方よろしくお願いします。じゃあちょっと何撮ってるかはまだこれからなんですけど、本日飛行なキセラ川実践さんで抽選番号770番からのゲームだー。よし、こっから下克上。はい、ということでバージ3ですね。やっと取れました。もうずっと歩き回ってたんですけど、やっと取れたんで、とりあえず打っていきたいと思います。で、遊戯データこんな感じですね。総回転数1180と、で、総人チャレンジ6回なんで、まあ、よくはないですね、決して。1で230分の1で、6で130分の1くらいなんで、で、青が2回という感じです。まあ、決してよくはないですね。で、まあ、そのあくまでも実践値なんですけど、まあ、高設定のチャンスゾーンが来やすいっていう理由としては、まあ、モードが3つがあって、チャンスゾーンモードみたいなのが1、2、3あって、で基本的には2にいると、2が、まあ、他の台で言ったら通常 A みたいな役割ですね。で1が通常 B で、3は天国みたいな感じです。で、まあ、偶数かつ高設定ほど、まあ、その1に居にくいという特徴がありますね。だから、まあ、偶数かつ高設定に近いほど、もちろんチャンスの確率は軽くなるよっていうところです。まあ、こういう説明は、以前マジ中打った時に結構やらせてもらってるんで、まあ、今日は楽しくて打とうかなというふうに思います。はい、強制に OK。 強制は中期強制到達 100% です。ここから全長経由して謀略の道に行きますね。あ、行きそうですね。13ゲーム謀略の道、まあ強者からですね。何もの見せてくれる。あー、赤文字めちゃめちゃ熱い、めちゃめちゃ熱いっていうか、まあ強いですね。マジ3の赤文字は強い。さあ、あってまあ演出弱いですけど、赤文字2回絡んでますから、これは大丈夫そうですね。チャンスタップ出てほしいな、一応。あ、ないけど、いけるやろ。はい、430ゲームさあチャンスゾーン、初っ端から投資方法を決めよう。ディベッションマンジタリか、リプレイレア役引いてステップアップ、まあ、仲間集めていって最終ゲームの、まあ、公約に応じて抽選ですね。おーし、よしよし、
ただ今3人目まで来てるんですけど、こっから上がりにくくなるんですよ。2プレー引いても25までしか上がらないんで、ここまではよう上がるんですけど、こっからが難しい。ダメか。まあまあ一応3人おるんで、ミドルまで行ったから最終局。いやーちょっと待って、これどうなんてやろ。2ゲームやったら確定やったんですけど、どうやこれ。まあボーナスだったら最高っす。あれも行ったか。オッケーオッケーオッケー。ようやく47ゲームボーナスではないっすね。さあ投資を動くで初当たり、うまい。ここがもう始まったんか。準備中が好きなんですけどね、もう始まっちゃったんです。まあ、チャンスの仕組みをしてれば結構楽しくは打てるというか、まあ、叩きどころがはっきりします。今のまあ3人まで集まれば、最終ゲームリプレイで2分1で当たってるんで、ハズレードがでも25番あるから、まあそこまで3人集まれば結構チャンス。さあ最終ゲームに強制ですけど、何もないから当たってないかな。ダメ。4対4。これ一応3人離れとったら継続とかいう法則もあります。いやとりあえずコロナ ART 無双ポイントが2種類あるんですけど、その仕組みで継続すれば必ず帰国終戦入るっていう仕組みになってるんですよ。だから2種類あって、1種類はその継続ごとに放出されるので、もう1個はそのたまに切るまで放出されない帰国終戦のポイントです。平均大体10セットとか11セットぐらいでいくイメージはあります。まあ振れば大きいですけど、とりあえず1対1はもつれ込まんとやばい。ここで負けんのは嫌や。 OKOKOK。 さあここから弱手ゲースで波なしゲーチ。やめろやめろやめろ、3発やめてくれ。ダビなし、嘘でしょ。 OKOKOK。 はい、4連続頼む。おお、さあいいよ。全然リプレイしかいかへん。マジでそれはダメでしょ。6連続リプレイで大暫定室おもろ。あー終わった。58枚。これはあるあるなんですよね。次ゲーム遅い。おお、おもろかった。いい巻き物フリーズさせます。あ、当たってる。ごめんなさい、リーチベースで。まあおもろかった。いいやもんな。で一応まあ、ボーナス入ってるんですけど、確定画面まで行った方が資産は聞けます。はい、これで成功っすね。いいエースですこと。はい、10ゲーム終了後10ゲームっすね。でまあ青っすね。でおもろのナビボイスが流れるんですけど、これが一番デフォルトっすね。これがだから源之助のボイスが流れたりとかした高設定とか。はい、終了。249枚バーテルタイムはナチです。さあここからチャンスオン。さあ62ゲームチャンスオン、人滅賞でお願いします。いや大丈夫、決めよう。レアやっか。よし、まず一人。あっ、これは熱い。これは熱い。いや25番引いてもう一人今日守れ。あー落ちるだよ、頼む。落ちたか。これでベルコムジーだと落ちちゃいました。いやもったいなかった。まあでも3人まで集まりましたね。オッケー、評判まで行った。もう一人行ったらいいんですけどね、源之助まで行ったら。これ外したらあかんっすよ。外れても75番あるんで、リプレイ引いて100パス。一応リプレイ引いとこう。サクセス。いや、いける。75番あるから。いいよ、いしょー。
いいっすね。79ゲーム緑よくて赤、まあ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 、早速旗取り2回目でございます。いやいい感じやな。そう、ここが好きなんですよ。行きましょう。さあ4対6、ちょっと単発は回避したいっすね。であともう一個、この台継続モードと送人モードっていうのがあって、で初当たりの時に継続モードの抽選をします。まあそのよかったら点々とか、まあ、大物とか出てくるんですけど、でその継続モードに応じて送人モードの抽選4種類あるんですけど、まあ、両方4種類ありますね、の抽選をすると。でその送人モードが何に影響を及ぼしてるか、ベル角です。リプレイ引いた時にベルリブに変化してくれるところにリプレイして、これが1モード1やったらもう 75% でリプレイそのままなんですけど、4やったらもう鈍いしてベルに書き換えてくれるっていう、かなり変わってきますね。だからもちろん継続しやすいし、継続しうちにしてるうちに遠く収集までも狙いやすくなるっていう、だからまあおもろスタートとか天然スタートは大チャンス。とりあえずこれ勝ちましょうよ、田本健之介いってまい。いやマジダメらしいやねんな、ここの弱手芸感が、ほんま天然チートなんで、強キャラすぎて、ただのベルじゃなかなか倒せないんですよ。こんなに引いてんのにもうええやん。あかん、それもうなんでや。復活もなし、64枚。でまあその継続モード初当たりの時の振り分けは、まあ、設定差あるんですよね。奇数か都合設定の方が上位モードが選ばれやすい、だから5が一番強いですね、初当たりに関しては。でも強制に大体10回に1回、低設定でも10回に1回は3位と選ばれるんで、まあ、その時を待ちましょう。はい、2ゲーム目で開きました。35ゲームバンジュータに、まあ、その収益到達してのチャンスの当選率も設定差あるんですけど、当選してからの、3種類あるチャンスと、まあ、それも、まあ、高設定の人別と以上が選ばれやすい特徴があります。まあ、今のところ全部バンジュータにして OK ある。イコリブレ引いた、おっしゃ。いやマジかこれ、しかもこれ今まだアルチ状態上がってるんで、リプレイ引いたやろ、よし勝て。完璧すぎた今のは。頼むからもう3回目おもろちゃん緑、うさいな。さあ旗当たり3回目っす。ちなみに 1% やったっけな、 3% かでおもろ選ばれるんですけど、はい、その送人モードの、資産がこのステージですね。昼より夕方、夕方より夜、強制で発展しました。ストックのチャンス、まあ、涙上がったりしたボーナスもあるんですけど、赤文字マジ3の赤文字は強い。もう一回赤文字来い、ないか、一回やけど立っていく、これでストック。いや僕マジ2のあの金ドラの音すげえ好きやったんですけど、まあとりあえず、これで単発回避いいね。いやほんま強いんやけど、倒しときたいっすね、一応無双ポイント解放したい。 OK 溜まってたら嬉しい、俺は無愛するものを小さいのが聞きたい。大河、おまだあったみたい、ストックあったみたいですね。負
げちゃいました。はい、復活で、これで3セット目。はい、5対5。おお、トウモロコシ、これちょっと乗せたいな。大チャンス、手早く行けばいい。頼むぞ、ダメ出しやぞ。おさらいすると、共通ベルでも 6% あります。で、弱点 50%、 巻き物 66%、 それ以外 100%。 だからナビ出しとしてで 6% 以上あるっていう話です。ナビいらんて、弱点でいって、こういう時高設定が効いてくるんだよな。相手の攻めでベルやったら攻撃します。 OK、 ここで弱点引いて勝った、あ、勝ったわ。マジか、まあ乗せれなかったっすけど、 OK、 解放せえへんな。まあ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 、1ゲーム遅いけどいいでしょう。これで4セット目。やめて、うわそりゃないわ。262枚、13ゲーム、バンジザに引き戻そう。ここで負け物いいだ。ボーナスないかな。てか1ゲーム遅かったよかったのに。ボーナスだったらいいさ。あれをリプレイなんでいける。オッケー。すーげえ。あ、ボーナスや。今の巻き物で刺さったんや。なんちゅう。これバジルスタイムもついていきます。神タイミングでいきました。ナイス。いや今日強ない、強いが弱いか分からないけど。強敵さあ発展待ち。おお、乗ったわ。マジ。とりあえずストック1個も持った状態でバーディレスタイム。そろそろちょっとムサイロ嫌なんで、緑になった時にレバーオンでそのまま緑。こ、あ、遅かった。また限度付けか。マジか、これちょっと顔面勝利したいっすね。すごいな、この人数に関して強い頑張りどころ。しかもワイルドナイツ流れてる。これ勝とう。ワイルドナイツが応援してくれてる。で、恩恵なんですけど完全勝利。継続モードをもう1個持ったやつストックもらえます。だからこれはもう誰が何でも取りに行かないといけない。ベル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 、やめろ。よし、いや男女クゾめっちゃ強いんで。リプレイ来すぎ。あー、やめて、ダメ。おっしゃ、強え、むちゃくちゃ強えけど、ベルいけてなさすぎる。うわー、ごめん。はい、1セット目勝利。おっしゃ、やったよ、やっと同時スタンス行きました。朝谷5回目かな。にして俺はこの曲を聴くためにマジ3を打ってる。何よりこれ同時スタンス中にストックすることができれば、この曲聴いて追走の時とか勝利の時いけるんですよ。乗せなあかん、乗せれませんでした。まあなかなか乗らないんで、ほんま同時スタンス4回で1回乗ればいいかなってぐらいですね、手合いとしては。はい、これでストック使い切りました。3セット目よっしゃ。これ、あー、チャンスベルや。これは武装ポイントにも期待したいですね。あれもナビないんでボーナスもあるかも。はい、ボーナス同時チャンスか。ボーナスはないっすね。よーし、乗ってきた、乗せよう。赤、
一応気持ちですね。暑い、めちゃめちゃ暑い。頼むから乗ってくれ、赤丸行け。あ、緑の丸、もう一回だー。あかんか。あ、バイブってる。これ揃ったわ。よいしょ。これでこの曲継続していくことができます。念願かなったり。いや、薄いとこ持ってきた。同日揃い、全ストック1個。このまま続くのがいいんですよ。ちょっともうこの流れでこのまま決めたいですね。四国中州まで。いやー、いいねこれ。いや、ほんまね、これ何がいいかってきっちりフルで流してくれるんですよ。1番だけとかじゃない、フルで流れるんで。チャンスウェルいいだよ。息も強なります。武装連撃モードには入ってますね。すなわち勝たなあかん、これ倒しきらなあかん。ここベル、いやー終わってるか。マジか。一応ダミなし、強スベルか。さあ、これで5セット目で、この5の倍数の和数のここの、設定差ありますね。半蔵がいたら高設定差になります。ここで終わるわけにはいかへん。結構ええとこまで来てるから。おっし、勝った。自力もうまいっすね今日。ここで負け物、4対5です。おもろ、これ確か乗ってるよね、多分大丈夫なはず。とりあえず巻き物いいだから3分の2乗せてるはず。これこの後すぐに全長始まるのかな。とりあえず音楽が流れてます。あー、始まれへん。え、どうなんかな、今の巻き物の分でこれが鳴ってるのかちょっとわからないけど、とりあえずストック1個持ってます。どうしても今日の大物シリガルすぎてすぐ出てきますね。こんな出ないんですけどね。 3% とかやろ確か、 1% とかやった。 OK、 熱い後期、よし確定。どうせ確です、これは。よし、チャンスベルからこれでストック2個持ってます。いける、いけるぞ。まだまだまだ源之助倒れんだよ。お前が倒れるのを防ぐためにおもろが頑張ってくれる。あー早い、でも最後波ないっすね。レイク OK、 乗ってたら嬉しい。 66% で乗ってます。もしかしたら残り2セットあるかもしれない。いや、ワイルドアイズチャンス、あれもないか、流れてんか。この辺りから一応椅子出てもおかしくはないけど、あんまりポイント溜まってなさそうなんですよね。まあでも椅子帰国中がおかし出てもおかしくはない状況にはあります。逆転、ここで昼か。この辺りから踏ん張りどころっすね。よし、リアヤク巻き戻すね。いいよ、入ってほしい。とりあえず倒して、開け切るを。うわ、入らんかったか。待ってくれ源之助、もうそこまで来てんぞ。オッケーオッケーオッケー、なんとか1対1までいった。絶対に負けられへん、ここ行け、頼む。すいません、ホッパーエラーです。よし、落ち着け、落ち着いて。ホッパーエラーに惑わされるぞ。よし、
ジでいけるぞこれ。さあ10戦目勝利しました。出てこい大河。さあ11セット目勝利来い。まだか。おっさおっさ気持ちいい。よかった。よしどうぞチャンス。よし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 8対8。人数が多い。おもろおもろだけ下げられたか。勝ちたい。勝たなあかん。絶対負けられない戦い。まずい。コスローが強い。やめろやめろやめろ。頼むからやめてくれ。いやーそれはやばい。猿之助頑張れるか。サンディよしよしよし。リプレイ行くな。うわーすーこっちの。オッケーとりあえず一人。あとは明け犬がおんのか。待ってやめてくれ。もうそこまで来てんねんって。よし攻撃オッケー。よしよしよし。こっからなんとか1対1。一撃もやめて。うわー最悪。復活ないか。おもろ。あー終わった。あとちょっとやったはずやのに。ダメか。これは悔しい。それではキコーナーキセラカオニステさんの本日の出玉障害の方をしていきたいと思います。実っすね、多分これ前代ちゃうかな。全部上っぽい。むちゃくちゃ出てます。で今回バウンド3むちゃくちゃ強いっす。一番強いと思われます。かなりベース高いっちゃうから、もう特にこっちの島が前代出てるんでオールかもしんないっすね。キズナ2も、ベースかなり高めっすね。ちょっとまあどういう風に見たらいいか今のところ分かんないですけど、ただ回数で言えばめちゃくちゃついてるんでキズナ2も強い。いやマウツも出てますよ。カドが3箱で2箱1箱これ3箱1箱2箱。いやホント伝承もすごいっすよ。これ3箱2箱3箱。いや中途半端に積んでないですからね。勝ち持ってこれなんでめっちゃ出てますよ。でジャグラーっすね。ジャグラーもまあ負けの比率もいいですし設定しっかり入ってるっぽいっすね。はい純粋に強いなと思いました。全体的にメイン基地の満潮3と凱旋ももちろんですし、他6号機とかも、かなり出てたなと思いました。記事が出ると思うんでよかったらアプリとかウェブから見れますので見てみてください。じゃあ後半頑張りたいと思います。下克上ちょっと最近お腹が出すぎてて筋トレ始めたんですよ。1週間ぐらい前からで YouTube によくあるじゃないですか。5分、1日5分でできる筋トレみたいな。でサムネイルにすげえなんか細マッチョゴリゴリマッチョのサムネイルのやつですげえ惹かれるじゃないですか。でそれをまあ1週間前にやりだしたんですけど、3日続いて4日目からその5分で終わるやつが1秒も始まることなく終わりました。昔はこんなことなかったんですけどね。昔の写真見返してるとなんかその時はあの立ち回りスロットの立ち回りですげえゾーン狙いとか天井狙いしてる時でホールの中をずっとぐるぐるしてたんですよね。いやそれ1000円くらったからかな。174枚。復活なしで終了です。単発か108枚。これは痛い。ストックです25番。通せだがある。ゲッ
苦しい。いや最初すごい調子良かったんですけど、ちょっと本性を表してきたなって感じですね。やっぱ結局のところチャンス投下確率もそんなに軽くないですし、弱点が重いし、あとまあ振り分けも弱いんで、チャンスゾーンの最初の流れも良かったんですけど、まあやっぱり設定的には上ではないかもしれないですね。こうなったら長期戦は危険なんで、まあできれば次のあたりぐらいで仕留めたいですね。ついに、465ゲーム。おお、これはボーナスか、珍しい。もう狙っちゃうか、枚数ありやし。はい、青、467ゲームバージレスクチャンス。いや、できればバージレスクタイム入れたいな、飲まれたくないんで。よし、バイブプラスレインボーでしたね今。ストック、いや、ストック来い、縛れ、赤で煽れ、たら、お、よし、そして来たぞ、これで蹴りつけよう。青で揃った、2個目、いけるいけるいける、よし、ここやね、かける2、いいね。さあここ最大限の力を出す時が来た。まずは緑のところで、ここあがきをすっと玄之介や、いやいや強制誰、まあでも2個持ってるからアドバンテージは十分。研ぎ澄ませ、ここ集中、さあ行こう、とりあえずストック2個あるんで流れとこうか。ワイルドアイズ、うわ気持ちいい、ワイルドアイズはなかった。ここ弱点、いけ、もう一度、オッケー、これ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 、ジャスベル、おーしよし、勝つことが大事、いいね、このまま行こう。いやー、ええぞ、高めていこう。ヘアイク、ジャック、おー、マジか、ジャックテレも乗り出したらいよいよやぞ。青カットでも揃ったし、さあこれでストック2個で、同日チャンス中に揃えたから継続、愛する者よ死に将来、絶対無双ポイント B 溜め切る、やるしかない。ここマジで見ておいてください、帰国中枢届かせるんで。おお、大チャンス、全てが俺に向いてきてる。このビッグウェーブドラザーもったいない。よし、ポイント気を詰める、張っ
定してほしかったけど、ないか。おっ、いやどうか、気を詰めるか、気を詰めるか。いやそんなに本気出さんでいい。ゲットスケバレ行ってくれていいから。あーちょちょちょ、少しでもレアエグいけるゲーム数を伸ばしたい。ここでレアエグいって倒そう。まだ波らしい、よし波ないけど今日詰めるか。一応 6% はあるんですけどね。さあ4連波ないぞ。引いてる引いてる。あー勝ったか。メル6連目で勝ちました。で溜まってます。はい、オッケー。さあ2連続どうでチャンス。まずは人数、波らしい5人、4対5。頑張ってくれ。ダメか、ここからやめろ。よし、ちょっと待ってくれ、まだまだやりたい。リエイク10敗5。よし、旅立ち。リエイク決めろ。いいよいいよ、もう一回。おっ、4連目。まだまだまだ、ベルやめろ。ダメ、心臓に悪い、やめて。おっ、ちょっと待って。なあ、なあ、かけた651枚。じゃあ終了か。下克上。はい、お疲れ様です、実戦終了です。まあちょっと抽選番号がかなり悪くてどうなることかなと思ったんですが、まあぐるぐる回ってやっと空いたのがバジ3で、久しぶりに実戦して、まず結果が投資が4本で回収が800枚ぐらいということで、なんだかんだ計数してみたら、まあ、600枚ぐらいプラスするよという感じで終わりました。まあ設定的にね、まあ、やっぱそうやって途中で捨てられるような台なんで、まあ、結構早めに見切られたんだな。起きるぐらい見切られとったんで、まあ、かなり、厳しい感じだったんですが、まあ、最初結構調子良かったんですよね。それでなんとかなって、枚数取れて、でそのまま逃げ切れたっていうような実戦でしたね。で、やっぱ一つ言うなればバージ3は愛するもののシーソーライがもう神曲すぎて、あれを聴くためだけに売ってるようなもんだと言っても過言ではないというような概念になります。本当に改めて兄弟から聴くことが好きやなと再認識しました。で、まあ、他にもね、叩きどころがはっきりしてて、まあ、武装コインですね、まあ、A と B があって、 B が溜まりきれば、まあ、なくなることのない B が溜まりきれば、帰国収集に入って新聞紙のチャンスのところなんですけど、まあ、今回ね、もうちょっと届くかなってところまで行ったんですが、まあ、そこで、でしたね。次の時は必ずそこまで行ったそうだなというような感じです。とりあえず、まあ、今回バージ3の実戦なんですが、まあ、次、バージ3の1となれば、次は、キズナ2を実戦したいなと思います。じゃあ、今回、お会いしたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。さあ、マジこの当たり方めっちゃ好きだわ。これどう？書く？書くなのこれ。ついでに電通来てほしいんですけどね。行きましょう。ドン。お、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたにサクセス。
な一日でありますように。